おい、しっかりしなさい。立てる？幸い致命傷は免れたらしいわ。とりあえずの応急処置は済ませたから急いで離脱するわよ。敵よ！こっち！ドアを開けて、急いでここから離脱しましょう。まずは武器を持って。エレベーターで先に降りてて、私はどこかに監禁されているエージェントを探してみるわ。一階で合流しましょう。健闘を祈るわ。かろうじて致命傷は避けたようだわ。この前私が言った言葉覚えてる？そう、誰も信じるな。忘れないで、アンダーカバーには敵も味方もないわ。自分だけが頼りなのよ。気をつけて、敵はどこにでもいるわ。やつらだらけよ。
ここよ。鍵は？この部屋よ。開けて。ハゲン！リサ、どうしてお前がここに？ビールはキンキンに冷えたのに、あんたが来ないからね。彼を連れて脱出するわ。道路の端に車があるわ。急ぎましょう。このまま負傷者を連れて行くのは無理よ。脱出ルートを開いて、お願い。君の身分はバレてしまったわ。最初からやり直しね。名前、顔、すべてを変えるのよ。何をしてでもリートの組織に侵入して、奴の計画をつかまないといけないわ。どんな犠牲を払ってでも。